はいみなさんこんにちは歴戦二講師の森山です今回は2024年合格目標の新15ヶ月合格コース秋瀬スタンダードこちらのコースの説明をさせていただきたいというふうに思います司法書士の試験これは毎年7月に行われますこのコースは2024年の7月に行われる司法書士の本試験これを目指して2022年の秋から勉強を始めるクラスです司法書士の試験多くの方が もう学生生活をしながら仕事をしながら育児をしながらまあ、忙しい中で合格を目指しておりますこのコースはここに記載がありますがそのような方でもその生活の中で勉強できるように無理のなく無駄のないそのようなコースになっておりますそして合格に非常に近いクラスになっております今回はこのクラスの特徴についてお話をさせていただきたいと思いますまず前半の方から このクラスを担当する私森山の方からカリキュラムこれを説明した後に同じくこのコースを担当する佐々木講師の方からこのクラスのポイントこれについてお話をしていきたいと思いますではまずカリキュラムの方から説明していきますクラスや通信通学の形態にもよりますが2022年の10月ごろから勉強が始まります勉強が始まると全体構造編が3回ありますこちらの全体構造編では勉強方法それから 各法律の基礎の部分についてお話をしてまず皆さんに全体の見通しを持ってもらうという形になりますこの全体構造編が終わると早速本論編が始まりますこちらは本試験レベルに直結した本格的な勉強ということになります司法書士の試験が難しいのは範囲が広いことですから覚えなければいけないことが多いこれが特徴ですで、このコースでは早期に 本格的な勉強を始めることで皆さんにどん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 記憶をしてもらいますやっぱり範囲が広いですから覚えなければいけないことが多いですから勉強は時間かかりますで記憶にも時間かかりますだから早期から勉強を始めることで合格の可能性がぐっとこう上がってくる形になりますまた早期に本格的な勉強を始めますから週2コマこのペースを実現しております 3時間の講義を週2コマ聞くことによって勉強を最後まで終わらせることができるそんなカリキュラムになっています週2コマのペースで勉強を進めればいいわけですから通学生の方であれば多くのクラスが午前中3時間午後3時間といったカリキュラムが組まれておりますから週1回レックに通ってもらえれば勉強を進めることができるわけです仕事、育児、学生生活に当てはめて 無理なく勉強を進めることができるといったカリキュラムになっているわけですさあ少しそのカリキュラムの詳しいところを見ていきましょうえこちらがインプット講義になりますが憲法民法不動産登記をとどんどん科目が進んでいきますが主要科目は回数を多くそれからいわゆるマイナー科目と呼ばれる科目がありますがこちらはポイントを絞ってこのようにメリハリをつけたインプットの回数になっています で記憶の作業というものはインプット講義だけで身につくものではありませんからインプットと並行してアウトプットこちらもレックの講座では完備をしておりますまずアウトプットとしては全科目択一到達度チェックテストといった形で使用書士の試験の択一の問題これを解くことによって インプットで身につけた知識をアウトプットして確認していくそれで記憶をしていくこのようなことができることになっておりますまたこちらは本試験形式の五詞択一式の問題になっておりますから本試験の横練習といった形五詞択一を解く練習にもなっているとおいった形になりますねこれを早期に取り入れることでもう実践的な勉強をすることができますまた司法書士の試験は 卓一だけではなく記述式こちらが出題されて記述式は特テクニックだとか解放だとか知識の使い方というものを実践的な練習で身につけなければいけませんからこれも記述解放ベースアップ講座というものがアウトプットとして用意されております。 で傷の解放というものについてはこういう風に解くんだよ。まず手取り足取り教えていって、それから自分でそのフォームを練習していくという2段階が必要になりますから、こちらではですね、解放を教える会とそれから問題を解く会というのに分かれて実践的な無理のない練習をすることができることになっております。でこのようにインプットそれからアウトプットこれをバランスよく進めてきて。 3月2024年3月に一通りのインプットアウトプットが終わる形になります司法書士の試験は7月なのに3月に終わるんですか早すぎて不安なんですけどという方もいると思いますが3月に終わるからこそ合格を勝ち取ることができるわけです一通りのインプット終わった後にそれを頭に詰め込む総整理をする 一度インプット講義を聞いてまだ不確実なところがあるぞっていうのを頭にきちんと入れる時期があってこそ力がつくわけですねですからわざと3月に終わらせてますですから皆さんが司法書士の講座を選ぼうという時にはこのカリキュラムを見ていただいてえきちんと3月ぐらいまでにカリキュラムが一通り終わるかってことをしっかり確認をしてみてくださいその後に自分で勉強することで力がつくわけです さあその4月以降のお話なんですが何をやるかというと今お話した通りインプットの講義を一通りやってみてもやっぱりまだうやむやだよとか覚えきれてないところがあるよっていうところがあるわけですよそういうものをしっかり復習してもらう時期なんですねただそれだけではありません皆さんに勉強を覚えてくださいねって任せるだけではないんですレックの方でも聖戦闘連それからスーパー公開模試それから全校公開模試これを準備してお待ちしております でこちらでは何をやるかというと実践的な練習をしてもらいます本試験レベルの問題を本試験の形式でレックの方が提供していきますそれを解くことによって知識の確認をすることができたりあるいは本試験と同じ時間でやりますから本試験のシミュレーションこれをすることができてあこのように力を出せばいいんだなこういうことがわかるわけですね7月に試験がありますが このような直前対策をすることによって、きちんと力をつける、それからその力を出せる、このような力をつけることができるわけです。以上、新15月合格コース、秋生、スタンダード、こちらのコースのカリキュラムについて、私の方から説明させていただきました。でこの後は、このクラスのポイント、特徴について、佐々木講師の方からお話をさせていただきます。 はい、では、えー、私佐々木ひろみからこの新十講月合格コースの講座のポイントをご紹介してまいりたいと思います。えー、こちらの新十講月合格コースに関しては、法律学習経験全くない方でも大丈夫です。えー、そしてまたあ久しぶりですね法学部だとかあ以前ずいぶん前に、えー、宅県だとか行政書士試験とかで、えー、あの法律学習した経験はあるんだけれども、結構すっかり忘れちゃったという状態の方でも大丈夫です。で、えー、こちら全科目について全く基礎からゼロペースから えー、合格レベルまで、えー、具体例を用いて、えー、講義はあ展開していきますので、えー、そこはあ安心してついてきてください。 そしてまた特にこの講座の特徴といたしまして先ほど森山講師の方からも紹介あったようにカリキュラムにおいて卓越はもちろん記述対策も万全のインプットとありますが特にですねさまざまな事案そしてまた基礎の基礎からそしてハイレベルの具体的な判例事案から本試験において発題されるんですがこちらについても万全のインプットをこちらを具体的なレジュメこれを使ってご説明してまいります。 そして、えー、特に司法書士試験においては記述式の問題なんですが、えー、こちらですね、えー、具体的なな事例形式の問題となっておりますで、えーまあ、実際司法書士試験というのは実務課登用試験になりますので,で、えー、事案を用いて、えーねあのー、記述問題を解いていくということが必要になってくるんですが、えー、特にその記述解放ベースアップ講座という部分に関しては本試験これを意識した形での具体的な事例の問題これを用いてそしてまた特に 解き方ですね解き方テクニックというものが必要となってくるんですがそちらについても各講師がですすねあの担当してままいいりますはい、そしてまたこちらの講座の特徴といたしましてこの3番ですねあの 受験会では非常に実績のある人気のあるブレイクスルーテキストレックのオリジナルテキスト司法書試験用に毎年改定を加えておりまして最新の判例から、えー、ね具体的な事例そういったものも用いて、えー、ブレイクスルーテキストこれを全科目で使っていきますで、えー、ぜひですね一発合格を目指すにあたってはこちらのブレイクスルーテキストの方にしっかり情報を集約していくということを心がけていただきたいかなと思います、えー、特にこういった資格試験においてはご自身、ね、まとめノート を作って勉強したいいいとかいう方いらっっしゃたたりすするんですがただあ特に司法書試験においては非常に量が問題になってきますのでまとめノートを作っていいる時間っていうのはは基本的にはないんですねでそうすると、えー、このテキストの方にしっかり情報を集約するということが鍵になってきますがあらかじめふんだんな事例が盛り込まれておりますので、えー、このブレイクスルーテキストこれを完全に仕上げるということを目標に頑張っていただきたいかなと思います。 でさらにこの相談の特徴大きな特徴としてこのインプットとアウトプットのリンクとありますが特に司法書士権においては具体的な事例の問題をこれをたくさん繰り返しといていくということが合格の鍵になってきますでそしてまた一般的に資格試験と言いますとおねあの過去問を解くということはセオリーで特に司法書士権においても過去問は大事ではあるんですがただし過去問だけでは受からないんですねというのも最新の判例からそしてまた新しい法律 法改正が毎年のように繰り返されておりますが、えー、そういったもの、えー、これを用いた学習をしていかなければなりませんとなりますとやははりでですすね過去問問だけでは問題演習ととしてて不十分となってきますさらに講義を受けてそして知識を定着させていくといったあ、えー、時にも問題演習解きながら、ま、間違って間違いきっかけで覚えるということは非常に多いんですね。 ととなりますと特にこの充実の問題演習アウトプットですねでこちらで知識を固めていくということが必要となってくるそしてまたこのアウトプットに関しては卓一そして記述十分の、ね、演習回数これを盛り込んでおりますのでそれをしっかりこなしていただいてぜひ一発合格皆さん一緒に勝ち取っていきましょう。 ぜひ皆さんのやる気と努力こちらを我々講師陣が一発合格に向けて引っ張っていきますのでぜひ我こそはと思われる方一緒に頑張っていきましょう。でレック各本校においては講座説明会ですか受講相談ですね受け付けておりますので是非、ね、お気軽にお塩をお運びいただきたいかなと思います。それでは皆さんのチャレンジおお待ちしております。